しいよな。新しい。うん、なんここにこう光がこうあるっていうね。ハローとか見える。いや見えない見えない。あここにやればいいんじゃないですか。ここにやってお無理だ。無理だな。無理です。下に見えだわ。はい、なるほど。うん、下からの絵ってすごいな。すごいな、ぶっさいかな。完全に昨日私が見せたあの写真よりぶっさいくですね、うん、いやいいね、うん、これいいんじゃないですか。新しい、うん、なんとパフェの、あ、パフェ、あ、パフェのあれが映るってことですか。このように、ほうほうほう、これすごいね。どんな絵か分かんないっていう感じですね、うん、そうか、そんな3年目に僕は1年会ってたわけですね。そうなんです、うん、はい、そうそうそう。でもあれですね、あの僕も本出した直後であがいてたんですよね。そうですか、うん、結構もう結構しっかりしてる感じがしましたけどね。しっかりしてるというか、だから、はい、あの本をどこまで、はい、うん、使ってどこまでなんかこう広げれるかなと思ってた、うんうん、だいぶ広がりますよね、うん、あれ。だからあの本でどこまで通用するのか、うん、伝わるのかっていうので、だからもう本当あがいてたと思う、うん、まあ、手当たり次第じゃないですけど、まあ、今も手当たり次第ですけど、うん、はいはいはい。あ、だからまあ研究者に最初先行、うん、はい、先着200人までサインしますよとか、うん、DVD つけますよとか言って200人予約してもらったりとかして、うん、ででも研究者に伝えるっていうよりはどっちかというとこの一般の人もそうだし、予防士レベルの人もそうですけど、ね、はい、そっちにどこまで伝わるかだろうなと思い始めて、うん、で Facebook やり始めたり、うん、え、そこから、うん、そうなの。これで、はい、なんか、あ、この人なら、うん、こういうなんか低気圧の話とか、うん、台風の話をこういう風に喋れるこの人になら、うん、いけんじゃないかと俺も思ったんだと思うんですよね。なるほど、はい、この人逃したら俺もうなかなか次ないよっていう感覚があったような気がする。だ俺も動画作ってたけど、うん、あれでいいとは思ってなかったんですね、はい、でどうしようかなとかいろいろ考えてる時に、うん、あ、こういう使い方してる人がいるのかみたいなそれが e-learning のあなたのパッケージですよ、うん、はいはい、そう、なるほどなと思って、これかと。でここがタダで、この後ろに教材として有料のものがあるんだみたいな、ね、はい、仕掛けになってるじゃないですか、うん、まあ、ある意味そうです、そうです。でそこもだから広げるための工夫ですよね、うん、いいものを広げるためには、うん、そういう段階を用意して、うん、一番最初の段階はすごく踏みやすく、うん、軽くしといてみたいな感じですよね、はい、なるほどなと思って、はい、いやそう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 、うん、それはもう食いつきますよ俺も。それはね研究者がどうかしなくて、はいはい、なんか伝えたいことがある、うん、あってあがいてる人は、はい、誰でもなんかそうなるのかな。そうか、はい、だからそっちもあがいてたじゃん、うん、京子さんもあがいてたじゃないですか。そうですそうです。で俺もあがいてるじゃん、はい、あがいてる者同士はどうしても、うん、ぶつかっちゃいますよね。そうですね。そりゃね、手足バタバタいっぱいやってるんだもんね。全く動かない人にぶつかるよりは、うんうん、よっぽど衝突確率はね、上がりますよね。ますよね、うん、だからぶつかるべくしてぶつかったっていう、事故は起こるべくして起きたっていう、そうだそうだ。感じなのかなって、ね、ね、うん、確かに。そんな3年目だったんでしょうね、うん、だからなんかお互い自分のフィールドに引き込んでみたり、そうですね、だから俺はメソ研にあなたを呼び、うん、あなたは基盤のスタジオに俺を呼びみたいな、そう、うん、そうです。
みたいな感じですよね、うん、でもいろいろやってるとお互いどっちもホームになるっていう、うん、なんかもうそんなに学会だからって敷居そんなにないでしょ。あ、まあそんなないです、そんなないとは思ってるつもりです、うん、つって、だから自分がどう思ってるかだと思うんですけど、うん、だってもう一発目がメソ研の大舞台だってあの緊張感はね、総合討論で物気象庁事務次官に物申し立てますから、はい、知らなかった、それはね知らなかった、ね、でも知ってたらできないでしょ逆に知らないことのね、うん、やっぱ力ってすごいですよね、無敵だなこいつと思って、うん、いやだってあの会場でもっと偉い人もいたと思います、うん、でそのもっと偉い人が同じことを思っていて、はい、言えばよかった話じゃないですか、うん、でもその人は言えなかったんですよ、うん、なぜかというともう知っていたからです、うん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 、知っていたから怖いんですよ、でも知らないからもう無敵じゃないですか、うん、ただ単にその初めての150人を目の前にして、うん、それに緊張してること以外は、うんうん、もう言うことが何が良くて何がギリギリとか、うん、全く考えない、全然考えないよいだって要望していいんでしょみたいなさ、要望ですよねじゃあ要望しますね、うんうん、って言うのもうマジでまっすぐドストレート、うん、バンバン投げた感じです。そうですね、でもね なんかね後ろ盾というか、うん、一応ほら私の意見っていうだけじゃなくて、まあね、そうそうそう、だからみんなにこう取材して、はい、みんなが何言ったかっていうのを総合して、はい、あそれはそうだね確かに面白いとか、うんうん、それは欲しいねとかっていうのがあってのぶん投げだから、はいはい、元気玉投げたみたいなもんですよ、だから私だから、ね、えいっつって、うん、みんなの力ですよそうですよね、 それもすごくて、うん、だからあの舞台に上がんなかったら、うん、京子さんのとこに予報士仲間からのみんなが持っている意見とか集まってこなかったはずなんですよ、うん、あそうそうそう、だからということはそれを京子さん知らないまま予報士としてスクールをやってたかもしれない、そうですそうですね、確かにそうです、それはでかいと思うんだよな、はい、いや、いろんな予報士がこういうことを言ってるとか、うん、こういうばらつきの意見のばらつきがあるとか、うん、それを把握してる人っていますかって話、うん、そうかも、いないでしょ、それをも把握してる予報士にスクールで習えたらそっちの方が良くないですかそうそうそう、いやいや、だからその普通に普通に俺宣伝しましたけどいやでもそうでしょ、習う側からしたら、うん、もし自分が習うとしたらですよ、うん、その単純にテキスト本当には詳しいっていう意味ではみんな一緒じゃないですか、うん、横並びですよ完全に、そうですね、はい、でもすでに予報士を取っている1万人の人がどういうバリエーションを持ってるかとか、はい、どういう道を持っているかとかっていうのをどれだけこう集めて持ってるか、うんうん、と単純にテキストの中身をちゃんとうまく教えてますっていう、そうですね、じゃあそうです、もう運命の差じゃないですか、うんうん、そうですよね、そのすごいすごくないじゃなくてどっちになりたいかって話です、うん、いや俺はそっちに習いたいわ、どっちですかね皆さんっていうこっちじゃねこっちじゃねいやそういう意味ではね、うん、そのまあメソ研からの流れというかあの時代、うん、今もまあその流れに乗ってみますが、うん、長崎丸も行ったでしょ、あーすげえよあれ乗った予報士いねえからね、うん、いねえぞっていうなかなか自分で膨らまさねえぞあれっつってゾンで飛ばさねえぞっていう、確かにゾンで飛んでいくとき横に飛ぶ姿見たことねえぞ、いやないよないよないよ、あれ研究者でもそうそう見れないですから拝めない、うん、普通みんな上に行くと思ってるでしょ、うんうん、横に行くんだよっつってね、ひどいとね、うん、飛ばないんだよそんなの知らないから、ただ単に風が強いと飛ばないとか、うん、あの聞くよりも、そうだな、耳で聞くよりも実際に上げてうっそーみたいな、本当に飛ばねえんだ、飛ばないね着水したねみたいな、ダメなんだねなんつって、うん、
そんなね、ほんと本当だよ、体験そんなことねえわ、ねえわな、はい、思った思うよね、だってあれをやるにはね、はい、箱を5メートルに耐えられる人じゃないといけないわけです、うんうん、選ばれし者にしかできないわけです、うんうん、まあ自分が耐えたかっていうとそうではないですけどね、耐えてない、やっぱりやられました、私だから4メートルになった時についにもう無理っつって、うん、1回ね、1回お休みしようと思ったんです、うん、でも1回だけですよ、そう、うん、割と飯も食ってたんですけどそしたら飯ダメだこれっつって寝てたら、うん、夜中突然体調が良くなって、お、なんか生き生きしてきたなっつって、うん、でまたよいしょって上げ始めるってね、一回負けたのがね、まあ、そこ行くと中村さんはすごいですよね、堀尾さんは、堀尾さんね、うん、全部の飯を全学生よりも人一倍食ってましたからねで全然酔わないでずっとパソコンできるっていうね、うん、すげえなー、すげえっす、すげえです、そういう意味では本当すげえ、とんでもないリブさですよねで、あの船にスタジオのセットを持ち込んだわけです、そうですよね、で、あの船の中で黒巻き収録をするという、もう謎の世界初ですよ、うん、世界初、当然世界初ですよね漁船で黒巻き撮影、うん、なかなか見られない光景を、そうだよね、はい、で今回気象学会も出してくれましたしね、そうですよね、そうそうそう、あのブース良かったですよそのお店良かったですよね、うん、いや私知らなくって、あ、こんなことになってたんだと思ってなんかあのね、蟻地獄みたいになってたり、うん、ね、通るやつ通るやつ通るやつ捕まえてちょっと今回の学会はどこが見どころですかとか、あのね、あのまだアップされてないんだけど、俺的に一番すげえ気になってるのがね、梅雨前線の正体を、お前変えたらどうだって言った張本人がいるんですよ、中澤哲夫さんっていう、台風と MJO のね、研究では世界で知らない人がいないという、とんでもないレジェンドがいるんですけど、で今 WMO って、まあ、世界気象機関、世界の一番トップにいらっしゃる方なんですけど、その人が来てて、で木盤さんのあのブースに来て、ちょっと MGO レジェンドについて、いや一番最初に発見したのはマッデンとジュリアンさんなんですけど、あの人たちは一点観測で、あ、なんか周期があるという話なんですけど、あのでかい雲集団、雨雲集団が東に行くということを衛星画像で最初に見つけたのは中澤さんなんですよ、そのレジェンド話をね、聞いたの、めちゃくちゃ面白くて、いや俺もうずっと学会に干されてくすぶっていた時の起死回生の一発だったみたいな、話があそこで収録されてるんですよ、実はそれまだ出てないんです、まだ出てないんだけど、そっか、なんかそのあれとんでもないコンテンツ、すごいとんでもない、そんなどえらいもん撮ったなみたいな、すごくないですか、あ、見たい、は早く、あれすごい、ね、とか、いやなんかそういう、特に肩肘張らずにそういうすごいものを引き出してしまう、それがあの基盤のすごいと思う、基盤のすごいところ、中村さんのすごいところですね、そう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 、あんまりだから肩肘張ってない、俺より肘張ってないすごいよなって久々に見ましょう、はい、俺自分より緩い人、じゃないですか、思います、やっぱね、どうしたってちょっと身構えたりする人とか、ああ何にも知らない方が私はいけるかもしれないけれども、中村さんね、知っててもいけるんだよね、そうだね、そう、知っててもね、誰、相手がどんな人か知っててもいけるんだよな、すごいんだよ、尊敬です、いや本当社長とは思えないあのゆるさなんですけどね何なんですかね、面白いですね、本当、いやでもあそこはね、ちょっと
気象学会としては、うん、とてつもない可能性を、ちょっと気象学会と気象予報士が、はい、出会い系サイトを設けるには出会い系サイトを設けるには一番インターナショナルなんじゃないかなっていう、そうか、そうですね、うん、あ、いいかも、そうかも気が してますけどね、うんうん、それはやっぱ一番なんかすんなり、うん、素直な無理のない、うん、こう中継地点みたいな感じがする、そうですよね、はい、なんかそう出会いの場、出会い系サイト無理に作ってもそこに誰も行かないから、うんね、そう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 か、それ難しいんだよな、うん、だから予報士会っていうところに気象学会の研究者が行くってなると、まあ、呼ばれれば行きますけど、うん、いや、そっかそっか、いまいちちょっと壁がある、うん、こっちからも壁があるんですよ、うん、で向こうの人も多分気象学会に来るときにきっと壁があるんだと思うんですよ、うんうんうん、まあ、もともと来てる人もいるかもしれないけど、やっぱなかなか来てなかったですよね、うん、予報士の人が気象学会ってあんまりそうイメージないでしょ、そうですね、もうあの周りでもそんなたくさんいないですよ、ですね、行く人、うん、だからそれが自然にここならいいんじゃねみたいな、うん、どっちからも遠距離みたいな場所がいいんだと、うん、なるほど、そうかもしれない、うん、どっちもアウェーみたいなねまあある意味ね、両側ともアウェーだからこそ、うんうんうん、基盤さん、その神田スタジオとかで集合することによって、なるほど、いいのかもね、おな対等だ、うんうん、お互いアウェー同士だみたいな感じ、あ、そうか、お互いアウェーなのがいいのかな、うん、うん、どっちかの、ね、ホームに行こうとするからやっぱり緊張するちょっと緊張するのかなっていう、確かに、うん、まあちょっとそれでもなお、うん、ちょっとなんて思う人はパンダのそうそう、パンダになるっていう点もありますから、パンダになるそれもいいよね、うん、いいと思います、うん、はい、いや、それはうん、うん、今日はそんな未来を感じたっていうことにしときましょうか。そうですね、はい、それではまた、はい